はいどうも、ホソピーです。さて、本日はですね、ちょっと衝撃的なね、サムネイルだったかなと思うんですけれども、小型スマホの終焉というところでね、なかなかこう、サイズの小さい、iPhone でいうところの、この SE の第3世代までね、4.7 インチとかでした。で、こちらの iPhone 13 mini がですね、5.4 インチというね、こういうサイズ感だったわけですけれども、このサイズの続編がですね、もう出ないんじゃないかなというところで、他のスマートフォンなんかのこの移り変わりとかもですね、ちょっと振り返りつつですね、そのあたりをですね、ちょっと掘り下げていきたいと思います。ということで、小型スマホ好きの方はですね、なかなかね、辛い内容だとは思うんですけれども、これも時代の流れかなというところでね、ある程度受け入れていかなければいけないところもあるかなとは私は思っております。ということで、本日も行ってみましょう。細Pチャンネル。はい、ということで、今日の内容はですね、Cネットの記事でですね、ちょっと見かけてですね、私もですね、なんかそんな雰囲気あるなというところで、今後のスマートフォン市場をですね、占う一つの指標になるのかなと思いますので、深掘りしていきたいと思います。で、小型スマホって、ここ最近ですね、こういうね、安価モデルっていうところで普及モデルですかね。これ、Pixel 8a ですね。これ、6.1 インチのディスプレイサイズということで、ボディ自体はですね、このいらないところを削ぎ落として本当に極限まで小さくしているわけではないですけれども、ディスプレイサイズが 6.1 インチというのが、ここ最近のもう標準というかトレンドなんですよね。これがもう小さい方と、こういう位置づけになっているので、これよりも小さいモデルは、いわゆる小型スマホというところでですね、なかなかこう市場に出てきにくいというところがね、あるわけですよ。で、 iPhone の歴史で言うと、SE 第3世代はですね、現在も販売を継続しておりますということで、買うことができるわけですよ。で、小型スマホにどうしてもこだわりたいなっていう人は、これをね、購入するっていうことはまだまだ全然できます。で、ハイエンドにちょっと振ったこの iPhone 13 mini ですね。iPhone 12 mini、13 mini とですね、2世代続いて出てきた、この mini と付くモデルですね。これがですね、終わっているんですよ。13 mini で。14、15、16と来てますけれども、3世代連続で mini はなくなってですね、14からね、mini はなくして、逆にこう、プラスの方、大きいサイズの方ですね、こっちを出してきて、14プラス、15プラス、16プラスと、こういう流れになってます。今までね、ミニは2世代続いたのに、プラスの方はもう3世代ねやっているんですよね。ただ、この派生モデルってミニだったとしてもプラスだったとしても、どちらもですね、成功してるとはちょっと言い難いというか、このモデルが最も売れていないモデルに iPhone の場合はなっていると、こういうことなんですよね。なので、今後このまたプラスでね、どんどん先に展開していくのか、じゃあプラスも微妙だったからまたミニに戻すっていう、そういう発想もですね、ゼロではないかもしれませんけれども、ミニは早々とですね、失敗みたいなところになってしまったので、じゃあ大きくするかと、どうせ売れないなら少しでも、要はね、単価をね上げたいっていうね、こういう意図もあるんでしょうね。その販売者側の、考えとしてね、その方が利益率が高められるっていうところもあって、スマートフォンの所有率というところもですね、世界的に見ても大体一服してきているのかな。特に国内においてはですね、日本国内においては、なかなか見渡してですね、スマホを持ってないよっていう人の方が今かなり少なくなってきておりますので、そうなってくると、もう2代目3代目とか、買い替えというところでね、今度は大きいの使ってみようかなとか、そういう流れになっていきますので、小型をですね、改めてまた出すっていうこともですね、少ないのかなと、確率的にはね、そういうふうに、私個人としては分析しております。そして、iPhone でいうところのトレンド感を追いかけていくと、例えばこの iPhone 15 Pro ですね。ここまではこれ 6.1 インチというサイズだったんですよね。で、これね、16 Pro になって 6.3 インチということで、ディスプレイサイズがさらに拡大されてですね、標準サイズを 6.3 までこれ上げてきているのかなというね。これ17シリーズになってきたら、標準モデルももしかしたらですね、この 6.1 ではなくて 6.3 ぐらいがもう標準サイズというところで、徐々に大型化、そして単価を少しずつ上げていくっていう、こういう流れって出てくるかもしれないということでですね、そういったですね、いろいろと各社の動向を見ているとね、サムスンなんかもそうですよね。標準サイズのギャラクシーの S24 とか 6.3 とかになってますからね、6.2 だったかな、こういう風になってます
ので、徐々にその 6.1 の標準をさらに 6.2 にしたり 6.3 にしたりっていう、こう、どちらかというと大型化をする方のトレンドに今傾いているので、まあ小型スマホが好きな人にとってはですね、辛いんですけれども、微妙なね、ちょっと立ち位置になっているのかなっていうところですね。で、まあそのピクセルとかギャラクシーとかサムスンね、そういったところもそうですけれども、例えばピクセルで言うと、まあこういう折りたたみスマホというものもね、出てきております。なので、どちらかというとですね、畳んだ時には標準サイズだけれども、開くともっと大きくなるっていうね、これも、要は大型ディスプレイ、まあ、単価を上げるっていうところもそうだし、より大きなディスプレイを使いたいっていう、まあ、こういうニーズに応えるためにですね、苦肉の策として折りたたんで使うと。で、開けばでかいっていうね。まあ、こういうところにたどり着いて折りたたみっていうね、発想になっているのではないかなというところがあるわけですよ。で、iPhone も2026年とかでもしかしたらね、縦折りの方の折りたたみの iPhone がですね、もしかしたら出るかもしれないって言われてますので、そういったところも考えると、その折りたたみをしなくて、ただただ小さいっていう、まあ、こういう需要っていうのは、まあ、ほぼほぼこれ終わっていくのではないかというふうにね、思います。もちろんね、こういった小型スマホにも魅力は全然ありますよ。ありますけど、やっぱコストをどうせかけるんであれば、もっと大きく作って、利益率もバーンと乗せたいよと。そういったところを汲み取っていくとね、やっぱりね、まあ、ただ小さいっていうだけでですね、なるべく安く、そしてでも、プロ並みのね、能力欲しいよっていうね、まあ、こういうふうに、まあ、コメントいただいたりもすることあるわけですけれども、やっぱ難しいんですよね、きっとね。で、たまに13ミリとか使ったりすると、私もね、まあ、老眼が入りつつあるので、このディスプレイの大きさで操作するの厳しいなっていうのが、まあ、あったりもしますし、あとね、小さいから熱がね、やっぱこもりやすいんですよね。発熱というところがね、気になっちゃうんですよ。小型でコンパクトで、まあ、携帯性良くていいなっていうところよりも、なんか暑いし、バッテリー持ちも良くないっていうことの、そのデメリットの方が、今たまに使ったりすると、ちょっと上回ってしまうっていうところがあるので、まあ、この先ね、なかなか難しいかなというふうに思いますね。で、今後、まあ、今後って言っても、まあ、来年の話ですけれども、iPhone の17シリーズに、まあ、今度ですね、プラスでもなく、ミニでもなく、スリムというね、まあ、こういったものもね、出るような噂が出てきておりますよ。で、今後、まあ、小さくもないけれども、大きくもないけれど、とにかく薄いっていうね、薄さに、まあ、こだわってくるっていうところで、まあ、このユーザー我々にですね、まあ、訴求をしてくるっていうことも考えられますね。で、ピクセルのこの9 Pro Fold とか出た時に、これ今カバーしちゃってるからわかんないかもしれませんけれども、めちゃくちゃ薄いんですよ。これ初めて持った時にちょっとびっくりしましたよ。この薄さ何って。で、これ折りたたまないで開いた時の薄さがこれなんですけれども、まさにこれと同じぐらいの薄さの iPhone が出たら皆さんどうですかね。この薄い iPhone に対する、まあ、皆さんの考えがですね、どうなっているのかっていうところはぜひね、コメントで教えてください。薄いのめっちゃいいなっていう風に考える人もいるし、いや、薄いってだけで何なの？何ができるの？っていう風に思うのか、そのあたりはですね、もう本当に率直な意見をね、いただければと思うんですが、まあでもね、持った時のインパクト、とにかく薄い、やばいっていう印象って頭に残ったりするんですよね。で、その薄さでですね、別に何ができるわけじゃないんですけれども、まあ、インパクトを与えることができるっていうのは、まあ、強みなのかな、一つのね。ただ、17スリムも、この薄いっていうところを、まあ、達成するためにですね、カメラがですね、まあ、この SE と同じように、まあ、アウトカメラ一眼体制に、どうやらなりそうかなっていうね、予測も出ておりますので、カメラこだわりたい人はですね、まあ、とにかく薄い iPhone 買って、じゃあどうすんのと。カメラ性能としては、まあ SE 並みとまでは言わないけれども、まあ標準モデルの、まあこれサイズのね、16サイズの広角カメラ、フュージョンカメラが1個あるっていうのだったら、まあね、広角ズーム相当1倍と2倍が撮れたりもしますので、それだったらいいなぁと思うんですけれどもね。まあそのあたりのね、スペックとか、リーク情報もね、またね、まとめていきたいと思うんですけれども、薄いっていうところでこうインパクトを出してですね、訴求をしていくっていうのもね、まあ今後出てくるのかなぁと思いますけれどもね。というところで、まあ、この小型スマホはオワコンなのかというところに関して言うとですね、まあもうオワコンなのかなというところはもう受け入れざるを得ないかなというふうにね、私は思っております。細Pチャンネル、
はい、ということで本日はですね、小型スマホはオワコンなのかというところでですね、少し深掘りしてみましたけれども、いかがだったでしょうかね。いや、そんなことないよと思う方もね、いると思うんですけれどもね。まあ、こだわりたい人はですね、中古市場で今のところやっぱり一番最高な iPhone っていうところで言うと、13 mini。をもう探すしかないのかなという状態ですけれども、まあこれね、もしかしたら本当に折りたたみの iPhone が出た時にはですね、折りたたんでね、まあ 3.4 インチとか4インチクラスまでこう小さくなるという風になれば、まあこれあえて最初から小さいものっていうのがね、特に必要じゃなくなってくるのかなっていうところもあるので、まあそのあたりですね、あと本当1年2年で、まあ情勢が大きく変わってくる可能性もありますからね、まあそのあたりもね、今後の情報というところで、いろいろとね、またまとめてやっていきたいなと思っております。はい、ということで本日はね、以上で動画を終わりにしたいと思います。この動画役に立った、面白かったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。